東口浦和駅は埼玉県埼玉市浦和区高砂五一丁目にある東日本旅客鉄道東北本線の駅である。浦和駅以外の浦和の名の付く駅は浦和駅、浦和が付く駅名を参照。埼玉県庁舎及び埼玉市役所の最寄り駅であり、JTB パブリッシングや交通新聞社の時刻表における県、市の代表駅として記載されている。 浦和地区の中心的な役割を果たす駅である。大宮駅が交通、商業の集積地なのに対し、当駅は埼玉県庁や埼玉市役所、埼玉地方裁判所、埼玉県警察本部などがあり、県政、市政及び行政の中心地となっている。1883年に上野駅と熊谷駅を結ぶ県内初の鉄道の開通と同時に開業し、 埼玉市内で最も古い駅であると同時に、県内でも上尾駅、河野瀬駅、熊谷駅と並んで最も古い駅の一つである。当駅からの所要時間は、東京駅へ最短25分、新宿駅へ最短21分となっている。浦和駅周辺の人口増加に伴って、京浜東北線には、北浦和駅、南浦和駅が開設され、 1985年には、最強線が開業し、武蔵浦和駅、中浦和駅が開設された。当駅2キロ圏には5つの駅が存在することになり、駅周辺から東京へ通勤する乗降客は比較的分散しているが、県、政令指定都市の代表駅として、ほぼ同等の人口を有する政令指定都市の代表駅である、広島駅や仙台駅と、 同等な内しそれ以上の乗員数を記録している。駅の所在する場所は、当時の中仙道の宿場町である浦和宿の東、外れにあり、大地の縁にあたる部分に建設されたため、1回分の東西の高低差が生じている。また、開業当時は、現在の県庁通りは、まだなく、駅に通じるメイン通りの停車場線として、現在の桜総通りが開通し、 バスなどが乗り入れていた。その後の再開発により、駅に通じる西口メイン通りは県庁通りとなった。現在は駅南側に東西を結ぶ4車線道路として田島大木線の工事が進んでいる。駅周辺は伊勢丹浦和店や浦和パルコなど商業施設も多く集積し、工術の通り後で浦和の増床部等となる。駅ビル JR 浦和駅。 西口ビルが開業した。駅から離れた国道17号沿いには埼玉リソナ銀行や NTT 東日本大関新一などの本社オフィスが立ち並び、さらにその外周の時和や中町、岸町、新名、根岸などは高級住宅地として知られる。乗り入れている路線は、線路名称上は東北本線単独駅であるが、東駅には、 電車線を走る京浜東北線電車及び列車線を走る宇都宮線、高崎線、東北貨物線を走る湘南新宿ラインの列車が停車する。上野駅発着系統の他に上野駅、東京駅経由で東海道線に直通する上野東京ライン系統がある。また、東駅にはあのスリーレターコードが付与されている。 浦和駅周辺の空中写真国土交通省国土シリーン地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成高架構前の駅南側東北旅客線の上下線の間に保線用車両の留置線があった景品東北線ホーム建設中の様子かつてあった西口駅舎駅ビル建設用地となっているかつてあった浦和駅 西口駅舎,駅舎駅ビルの着工前の西口京浜東北線ホームに設置されたホームドア島式ホーム3面6線を有する高架駅1.2番線のホーム有効長は10両編成分3.45.6番線は15両編成分である5.6番線は1.23.4番線より一段高い位置に設けられている以前はもともと高架だった 貨物船に圧迫されるように地平ホームが所狭しと並ぶ駅であったが、浦和市による駅周辺再開発事業の一環として隣接する建築物ギリギリまでの土地の拡張と貨物船ホーム新設を含む全面高架化工事が行われ、周囲の大小の商業、業務ビルに挟まれた手狭な土地を最大限に利用しつつ、コンパクトにホームを配置した。 都心部の高架機の様相を提している。ホーム高架化に合わせて乗り換えコンコースとホームとの間には階段に加えエスカレーターとエレベーターが設置された。ホーム下に乗り換えコンコースを有し、コンコースの南側に中央改札口が、また2015年11月にはコンコースの北側にスイカ専用のアトレ北口改札が設置された。中央改札口の外に 駅の東西を連絡する幅25メートルの自由通路が設けられており、西口と東口の高低差を埋めるため改札を出て、西口側には上り階段とエスカレーター、エレベーターが設けられている。中央改札口横に緑の窓口がある。2019年11月30日まではビュープラザが併設されていた。改札外に1カ所。 改札内に一箇所コンビニエンスストアニューデイズが設けられているほか、改札内コンコースに飲食店などが出店している。直営駅であり、管理駅として北浦和駅を管理している。駅の外観としては、すでにほぼ完成している駅の東側は、駅前広場に面する部分がエメラルドグリーンの全面がラス張りとなっている。駅西口に関しては、7階建ての駅ビル。 JR 浦和駅、西口ビルに隠される形となるためホームは暴風壁で覆われている。駅ビル南側にはホテルメッツーがあり、駅直結のビジネスホテルとして機能している。工事開始以前の当駅は島式ホーム2面4線を有する地上駅だった。東北貨物線が西口駅舎と東北旅客線の間を地上2階の高さで通過している。 構造上の理解のための古選橋を作ることが困難であり、JR の地上駅としては珍しく古選橋ではなく、東西両駅舎を結ぶ地下通路が各ホームへの連絡を行っていた。そのためもあり、古選橋に比べ乗り換え通路の拡幅工事が容易ではなく、結果として1960年代に整備された駅構造を2000年代まで保つこととなり、増える。 旅客需要やバリアフリーの要求に応えることが難しくなっていた。また貨物船の直下に西口駅舎から地下通路に向かう階段が位置することや境いな土地条件から貨物船にホームを新設することができず、2013年3月16日のダイヤ改正まで湘南新宿ラインは当駅を通過していた。1.2番線はご当地メロディ、3.4番線は 桜音楽工房製5.6番線は東洋メディアリンクス製のメロディが使用されている1.2番線のメロディはアマリリスなど JRS11 から1希望の街と変遷して現在に至っているのメロディは2013年3から5月に5番線でも使われた3.4番線ホームは2001年1月まで牧場の朝ふるさとであった 2013年3月の高架化工事終了後、商業拠点として充実を図るために、西口駅シャート地に駅ビルを高架化によって生まれた南北 1.3km 高架下の空間、約21,500平方メートルに商業施設などを整備することが決定した。高架下工事時の資材を牙、工事事務所を西口駅シャートに確保し、 高架下商業施設を2015年に先行開業させ、その3年後に7階建ての駅ビル、JR 浦和駅、西口ビルを完成させることとなった。高架下商業施設は、県内発進出のアトレ、浦和サウスエリア、ノースエリアとして2015年11月25日に開業し、西口側にあった観光案内所や市民の窓口も移転した。 この内東西自由通路の南側のサウスエリアはザ・ガーデン、自由が丘や成城石井などの食料品店を中心とした店舗で構成され浦和観光案内所が移転した。観光案内所はプロントとコラボした形態をとっている。また駅舎北側のノースエリアにはスイカ専用のアトレ北口改札が新設されて駅と直結する。 このエリアには飲食店やファミリーマートのほか、全国で5店舗目となるカフェ併設型コンシェルジュ付きの浦和ツタや書店がオープンし、店内にスターバックスが併設されている。また、浦和駅市民の窓口も移転し、認可保育園のココファンラーサリー浦和も設置されている。このほか、田島大木線の南側に駐車場、南、北側に駐輪場を整備している。 オープンに先立つ11月18日から、アトレクラブビュースイカカード、アトレカード入会キャンペーンを開始し、開業と同時に、アトレ浦和の情報誌、ユーララウララが創刊した。2018年3月16日に、駅ビルが開業し、アトレ、浦和ウエストエリアには、埼玉リソナ銀行の富裕層を向け、店舗、埼玉リソナ銀行プレミアサロン浦和、浦和レッズのオフィシャルショップ、 浦和レッツレッドボルテージなどがオープンした。同時に、伊勢丹浦和店方面への連絡地下道、浦和駅中野島地下通路が整備された。また、西口駅前には1階から4階に、商業施設と埼玉市民会館浦和が入居する27階建ての再開発ビルの建設と、駅前広場の拡張を行う、再開発事業、浦和駅、西口南高砂地区第一所市街地。 再開発事業も予定されており、商業施設の増加が期待されている。2019年度の1日平均乗車人員は95,865人で、ある。JR 東日本の駅では、大森駅に次いで、第47位で、埼玉県内の駅では、大宮駅に次ぐ2位である。他社との乗り換え路線がない単独の駅では、三鷹駅、赤羽駅、 大森駅に次ぎ4位となっている。湘南新宿ラインの停車、上野東京ラインの開業の影響があり、2012年から2015年にかけて1万人近く増加した。浦和駅から2キロ圏内の市街地には、北浦和駅、南浦和駅、武蔵浦和駅と乗車人員5万人ほどの駅が3つあり、利用客が分散している。宇都宮線、高崎線の停車駅では、 東京駅、大宮駅、上野駅、赤羽駅に次ぐ、第5位、京浜東北線の駅では、第19位である。近年の乗車人員の推移は、下表の通りである。年度全体の乗車人員を365で除して1日平均乗車人員を求めており、計算で生じた、小数点以下の値は切り捨てているため、定期外と定期の和は、必ずしも合計と一致しない。 浦和駅、西口駅前広場浦和駅、東口駅前広場西口の県庁通り東口の田島大巻線あたり、駅周辺でも、特に駅西側は、埼玉県や埼玉市の行政機関、主要政党の埼玉県支部、裁判所などが集まる埼玉県政、埼玉市政の中枢である。また、そのような中で駅から徒歩県内に狛犬いならぬ、 コマウサギで有名な超神社や、しだれ桜で有名な、玉造院などの古世寺が点在する。また、旧、中仙道沿いに、駅から少し離れると、老舗の菓子屋などの店舗も残り、近世以来の宿場町の名残を今に伝えている。西口側では1963年8月に、浦和都市計画街路が決定した後、1967年に、 駅前の再開発事業に着手した。1981年3月に繁華街の再開発が完成して、伊勢丹浦和店、浦和これソといった大型商業施設が同年に開店したほか、浦和駅、西口バスターミナル、旧浦和駅前停車場線を整備した桜総通り、旧中仙道、玉造院通り周辺などが整備されている。なお、 この頃の再開発は、例えば桜草通りは、自動車も通行する道路から歩行者専用道路になるなど、道路を歩くことの楽しさにも配慮していた。その後1990年代末期には、旧中山道と市役所通の交差点にあたる旧浦和寺本陣近く、浦和市役所旧庁舎跡地に、浦和駅周辺では、初の超高層ビルとなる、浦和センチュリーシティが完成した。 そして2000年代に入ってからは、東口でも再開発工事が進められ、浦和パルコ、ヤオコー、ユナイテッドシネマなどの商業施設と、埼玉市立中央図書館、コムーヌリー、地下公共駐車場などの公共施設が入居する複合型再開発ビル、ストリームビルが開業し、駅前交通広場も整備された。西口南地区では、 すでに駅南側を横断する田島大北線より南側の開発が終了している。また、道道路よりも北側の駅前一等地についても2022年完成予定として、駅前広場の拡張や西口のシンボルとなるような公共施設を中心にオフィス、商業施設も取り入れた27階建ての超高層マンションが計画されている。なお、2008年5月には、 旧浦和市の伝統産業であり、大宮の盆栽や岩月の人形とともに、埼玉市の伝統産業に指定されている浦和の、うなぎを記念して、漫画家の柳瀬隆のデザインによる浦和うなこちゃん像が、駅西口に設置された。2016年6月下旬からは、中野島地下通路の建設工事のためコルソ、伊勢丹前バス折り場付近に仮移設されている。また、2007年に制定された、 埼玉市路上喫煙、及び空き缶等のポイ捨ての防止に関する条例により、周辺では西側の旧中山道から東側の高砂中町線までの区域で、喫煙所以外での路上喫煙や空き缶などの投げ捨てが取り締まり対象となっている。駅西口の大地上には、まず南北に走る旧中山道や、これを東西に横切る県庁通を軸とする商業地区が広がり、 その西側、谷を挟んだ反対側の丘の上に、埼玉県庁や埼玉県警察本部などの県の行政施設、埼玉地方裁判所や埼玉地方検察庁などの国の行政施設が集中している。その西の縁を国道17号線が走っており、沿道を中心に、埼玉市役所、埼玉商工会議所、各種メディアの支局などが集まっている。 国道17号を北に進むと、市役所の北に埼玉リソナ銀行本店が立地している。その北側には、埼玉大学級キャンパス跡地を利用した北浦和公園が現れ、北浦和駅周辺の商業地区へとつながる。これら駅西口の行政、商業機能の集積地を古くからの完成な住宅街が取り囲み、首都圏でも有数の高級住宅街として知られ、 駅周辺では、文京都市を売りにしたマンション建設も相次いでいる。それらは14階建てから20階建てと比較的、高層なものが多く、環境の変化に反対する運動も見られる。特に岸町は、近年低層住宅地から高層マンション街へと急速に変貌した。さらに南西に離れると、住宅地は丘を降りると共に徐々に、新しい住宅街へと移りつつ、 別所沼や白旗沼などかつての浦和の姿を今に伝える故障を利用した公園が現れ、埼京線や武蔵野線の沿線にも落ち着いた住宅地が広がる。2018年には、数もの関東版住みたい街ランキングにおいて10位にランクインした埼玉県庁浦和センチュリーシティ高砂や中町、時は岸町も参照。観光庁その他浦和駅、西口地下道、 浦和駅中野島地下通路浦和駅西口地下道は浦和駅西口の前から浦和駅西口バスターミナルと浦和コルソ伊勢丹浦和店地下1階と結ぶ地下道である。またこれそ伊勢丹地下1階で入り口手前にも地上へ行く階段とエレベーターが設置されている。中野島地下通路の整備に合わせてコルソ。 伊勢丹地下1階で入り口のバリアフリー対応工事を行っている。西口から中の島までの横断歩道は設置されていないため、ロータリーを直接横断する利用者が多い。そのために地下道の利用を促す看板が設置されている。2016年1月に東西自由通路と西口地下道を直通する地下通路、浦和駅中野島地下通路の建設が開始され、 2018年3月16日に開通した。この地下通路は、浦和レッズとの連携により整備され、デジタルサイネージなどを設置し、埼玉サッカー100年の歴史や、サッカーの街、浦和を演出する空間となることを願い、愛称を、浦和サッカーストリートとした。浦和コマバスタジアムあたり駅を発着するバス路線は、国際工業バスと東部バスウェストが運行している。 西口は1981年に現在のバスターミナルが完成し、浦和駅とは地下道でも接続している。東口バスターミナルは2007年11月1日に暫定完成し、2014年11月に全面完成した。2008年シーズンから埼玉スタジアム2002や駒場スタジアムへのシャトルバス乗り場が西口から東口に変更になった。ただし、 スタジアムからのキロは従来、通りに口到着となる。2013年12月16日より、浦和駅西口と羽田空港を結ぶ、空港連絡バスが運行を開始した。浦和の名に方角を関する駅は、東西南北の全部が揃っている。ちなみに、日本の鉄道駅で方角と地名のみの組み合わせで、四方が揃っているのは浦和だけである。浦和駅と中浦和駅。 武蔵浦和駅、浦和味噌の駅を含めると、浦和の名が付く駅が8つ存在する一方で、旧浦和市駅で浦和の名の付かない駅は、与野駅のみであり、旧駅中8駅に同じ地名を付している点で、特徴的である。これら、浦和の付く8駅はすべて旧浦和市内にあったが、埼玉市発足後の浦和区内にあるのは、浦和駅と北浦和駅のみで、他の6駅は、浦和区外となっている。 2007年に浦和レッズが ACL で優勝した際には駅西口周辺が真っ赤なイルミネーションに飾られた。当駅は J リーグ浦和レッズの本拠地である埼玉スタジアム2002の主要アクセス駅の一つであり、また埼玉市駒場スタジアムの最寄り駅でもある。これらでレッズの試合やサッカー、日本代表の試合が行われる日は多数の乗客が乗降し、 駅とスタジアムの間は直行臨時バスが数十台以上発車する。また、浦和レッズ戦以外を含めて埼玉スタジアムで試合が行われる日でも、当駅から埼玉スタジアム業の直行臨時バスが発車する。注釈出店報道発表資料新聞記事、ありがとうございます。